эпоха, с вами Sword Flame, и мы продолжаем проходить САО Fatal Bullet на ПК, отправляемся в комнату Кейбоя. これで今のところは全員かな。クレハさんだけでなく、セリスカさんやイツキさんまでスコードローンをやめちゃうなんて。セリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。 今の君には少し言いにくいんだけど、俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードローンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろう。デスガンの調査を本格的に始めなければならなくなった。 君はデスガンの件については、どこまで把握していたっけ?以前話した通り、GGO のプレイヤーが死亡する事件があったんだ。被害者の一人は、ウスシオタラコ。そしてもう一人は、君も目撃していた、ゼクシードだ。二人とも、 デスガンと名乗る人物にゲーム内で狙撃されている。ゼクシードに関しては君も見ていた通り、直接撃たれてはいないけど、ただ問題は撃たれたその直後だ。二人ともまるでゲーム内で本当に殺されたみたいに苦しんだ様子を見せてログアウトしている。その後、 発覚までに少しタイムラグがあったけど、実質での死亡が確認された。アミスフィアで死人が出るはずはない。だからゲーム内で殺されて本当に人が死ぬなんてありえないんだ。でもデスガンが撃ったプレイヤーが死亡していることも事実だ。デスガンはほとんど黒、 もしくは事件の犯人を知っている可能性が高い。ただ現状としてはデスガンの正体も目的もその手段も何もかもがわからない状態なんだ。この一連の事件について俺はある知り合いから頼まれて調査をしているってわけだ。これは極秘情報だから 絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設からナーブギアが盗まれたらしい。え、でもナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、ごめんなさい、なんでもないです。そうだ、ナーブギアは ソードアートオンライン事件の後に全て回収され、政府は厳重に管理している。待って、それじゃどうして盗まれちゃったの？それに何のために？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、なぜ盗んだのか、 理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき2人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかもしれない。 その辺は今、警察が必死に調べている。なんとか、次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だから、もっと積極的にデスガンを探してみようと思う。今度、
BOB バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。 GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスガンが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場し、デスガンを誘い出して正体を突き止める。 BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したらみんな参加するって言い出してさ。当然でしょ。いつもいつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。それでも連れて行ってくれないんですか。相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。それは散々話しただろ。まあまあこんな感じで説得するのに時間がかかってさ。フレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど。彼女たちは強いし名前も売れているからデスガンの標的になる可能性がある。そうだな。街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず、危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする。メールを送っておくか。ああ頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのはあくまで予想だから。何より君は今 GGO で一番注目されているプレイヤーだ。十分気をつけてほしい。それに君がこんな時に何もできなくて悪い。だけど君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけどなんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたらまたみんなで狩りに行こうな。じゃあ俺は BOB の参加申し込みをしに総督府に行ってくるよ。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょう。私たちも行くわ。ねえちょっとこっちに来て。悪いけど私もしばらくパーティーに入れないから。あの銃を持った男をデスガンは私が倒す。し、キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから。メールで告げ口なんかしたら。Разблокирован режим Кирита. В нем вы можете пройти особый сюжет, играя за Кирита. Чтобы войти в этот режим, выберите его на главном экране. Лол, будем играть за Кирита? То есть это уже похоже... Очевидно, сюжетка переходит именно в ту сюжетку, которую показывали в аниме. И я как раз не досмотрел второй сезон, так как мне стало скучно. Но я думаю, в игре нам покажут развязку, и я узнаю все же, кто такой Десган. Итак, режим Кирита. А в этом режиме вы проходите за Кирита его собственное приключение. Как обычно,
Вы можете исследовать мир ГГО и выполнять задания, объединяясь с друзьями. Однако в этом режиме недоступны совместная сетевая игра и PvP-матчи. Вы сохраните весь накопленный опыт, а добытые предметы будут помещены в инвентарь или на склад. Как начать игру за Кирита? Чтобы переключиться на режим Кирита, нажмите кнопку «Начать игру» на главном экране и выберите данные персонажа на экране загрузки. Этот режим доступен ограниченное время. Вы не сможете играть за Кирита, когда сюжет начнет развиваться. В смысле не смогу играть за Кирита, когда сюжет начнет развиваться? У меня вроде как сюжет сейчас окончился, и обязательно, я так понимаю, играть в режиме Кирита. У меня же нет никаких основных заданий больше. Смотреть на карту. Вопрос в том, идти к Ицуки и поговорить с ним, смогу ли я потом сыграть в режим Кирита. Наверное, да. Но давайте рискнем, я не знаю. Эх, по идее, игра должна бы дать мне сыграть за Кирита потом. Я же сейчас просто предупрежу Ицуки. Посмотрим. どうやら真面目な話みたいだね。どうしたんだい? デスガンがBOBにね。さすがキリト君だ。勘がいいな。僕は今回のBOBには参加しないよ。キリト君と戦えるなら出てみたかったんだけどさ。アルファルドの雑用や Python 君たちとの約束がいっぱいでね。いつでもどこでも彼らが一緒だし、正直うざいくらいだ。だから心配しないで大丈夫だよ。むしろ君の方が有名人なんだから、一人で動かない方がいいんじゃないかな。気をつけて。 勝利者の名は、わずかな幸運で手に入れたもの。力こそ全ての世界で、そのような偽りは許されない。命を懸け、お前自身の真の力を示せ。決闘場への招待状を、お前の自宅に送った。覚悟を決めたなら、ログアウトしろ。 お前の動向は常に見張っている。助けを求めることは許さない。わずかでも漏らせば、貴様の罪による代償を、お前の大事なものに支払ってもらう。デスガン。マスター、これは危ないです。キリトたちに相談しましょう。
私はマスターのサポート AI だから、マスターがダメということは実行できません。だけどこれは絶対に危ないです。そもそもなぜデスガンはマスターのリアルな住所を知っているんですか？罠に決まっています。それでもどうしても行くならお願いがあります。少しでも冷静に戦力をしっかり整えるのです。デスガンと戦うつもりなら少しでも強くなりましょう。実は今度みんなにやってもらおうと思って強力なクエストを探しておきました。招待状が来ていない以上まだ時間はあるのですから、よく考えて準備を整えてください。マスター、マスター、デスガンと戦うときは必ず私も連れて行ってください。絶対ですよ、約束ですからね。Итак, у нас появилось новое сюжетное задание для 67 уровня, у меня даже 60 нет. Но те, кто смотрел уже мои другие видео по этой игре, в принципе, вы уже видели, что можно и на более низком уровне спокойно пройти эти задания, по крайней мере на нормальной сложности. А сложность хард, как я уже знаю, она откроется после прохождения игры. Так что будет где фармить. Так, Death Gun прислал вам записку с угрозой. Приготовьтесь, поговорите с Ифинос и выходите из игры. В смысле, выходите. Победите врагов в подземелье под Глокеном. Я понял где. Там вроде как закрытый проход раньше был, а теперь похоже там дальше. Я так и думал, что по сюжету там что-то будет или с DLC добавят. Давайте попробуем в комнату Кирита зайти. И если там ничего не будет, то попробуем выйти в главное меню и попробовать режим Кирита. Я просто не знаю. Видите ли, нам написали, что он ограниченное время будет доступен. Он же, наверное, тоже как-то на сюжет повлияет. Не хочется его пропустить. Давайте попробуем. Режим Кирита. О, варый. Чутто кангай гото шите та. Кими но чу, UFG ни цуите са. Унэй ва чика-чика UFG о дроппу де нюшу декири ように суру митай да кедо. Има ва са, まだ君の一丁しか GGO にないってことだろ？レア中のレアってことだよな。やっぱりちょっと羨ましいぜ。それにその銃の価値はレア度だけじゃない。拳銃でもライフルでもレアな銃はいろいろとあるけれど、結局それは他より威力が強かったり射程距離が長くなるものがほとんどだ。でも UFG は違う。それは
できないことをできるようにするものなんだ。どんなにスキルを上げたって空間を移動するのは無理だからな。この差は絶対的だぜ。しかもできるようになっているのは君だけだ。 UFG で本当に何ができるのかは君しか知らない。プレイヤー同士の戦いじゃこいつは相当なアドバンテージだよ。何しろ事前に対策を練れないんだからな。どれだけ強いアバターでも動かしているのは人間だ。不意をつかれれば隙ができるし、本当に驚けば思考は止まる。だから手の内を読み合って3手先7手先を予測しつつ裏を書いていくのが対人戦の肝なんだけど、世界に一つしかない銃で世界で君にしかできない動きをされるんじゃな。いや、でも油断は禁物だぞ。トッププレイヤーはみんな多かれ少なかれ隠し玉を持ってるもんだし、アドリブでの対応力だって凄まじいからな。あ、まあないとは言えないかな。ああ、未だにデスガンが本当にプレイヤーを殺したのか、殺したのならどんな手口を使っているのか見当がつかない。それに俺はデスガンの声をデータで聞いたけど、戦ったところを見ているわけじゃないからな。もちろん隠し玉、対人戦闘の切り札は持っているだろう。あの殺意、気迫、奴はただの愉快犯ではないと思う。 GGO にいればいつか出会う可能性はあるか。備えておいた方がいいのかもしれないな。え？なんだって！それは確かに俺だって使ってみたいけどさ、ありていに言うと欲しいけどさ、そんなお宝アイテムを簡単に人に預けちゃダメだって。ああ、うん、そうだな。そうだけど。君にはかなわないな。本当にそんなつもりで話をしたわけじゃないんだよ。わかったって、そんな心配そうな顔しないでくれ。それじゃあ UFC を貸してもらってもいいかな。君がログインしていない時だけでいい。 GGO 初の機能なんだ。感触を確認できるだけでも助かるよ。ありがとう。大切に使わせてもらうよ。こうやって借りられるってわかるとはやっぱりワクワクするな。俺ずっとこいつを使ってみたかったんだよ。それにこれなら。仮に俺が UFG を使ってデスガンと戦うことになったら、君の気持ちに必ず応えてみせる。約束するよ。ありがとな。Режим Кирита. А, ну мне об этом уже писали. Я так понимаю, накопленный опыт будет передаваться на моего основного персонажа и предметы тоже. Ну тогда все не так плохо. Правда? Десган の調査を始めるか。まずは総督府に行って BOB の登録をしないとな。Так, Кирита договорил.Правда, играть с мечом здесь не так-то просто, на самом-то деле. К
確か締め切りってそろそろでしょ。ああそうだ、忘れてたんだけど BOB には別アカウントで参加するから一人でいいよ。え、どうしてなの？今のキリトのアカウントはランキングにも入っているし、おとりにはちょうどいいと思っていたんだけどさ。菊岡と相談したら、俺の仲間、あ、つまりアスナたちにデスガンの目が向く危険性も考慮しようという話になったんだ。なんで菊岡さんはキリト君を危険なことに巻き込むのかしら。今度会ったらいろいろと話を聞きたいわ。菊岡誠二郎、総務省の仮想空間技術管轄部門のお役人とは言っているけど、所属自体怪しいんだよな。だけどバイト料は結構良かったし。キリト君、まあまあ気候課に使われるのも尺なんだけどさ、デスガンが気になったのも本当なんだよ。気候課から依頼を受けた時は荒唐無稽な話だと思ったよ。ザ・シードで作られた GGO でプレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時にちょうど居合わせたプレイヤーが音声ログを取っていたんだ。あれには本物の意思がこもっていた。本当に気をつけてね。何かあったら必ず連絡して。リアルでもどこでもすぐに行くから。ああ大丈夫だよ。俺は必ずアスタのところに帰るから。パパ、私もいますよ。ゆいちゃん、そうね。ゆいちゃんとママがいるところがパパのお家だものね。パパはみんなを笑顔にできる力がある人です。誰かのために頑張るのは大事なことだと理解しています。でも必ず絶対帰ってきてください。もちろんだよ。じゃあちょっと行ってくる。キリト君、気をつけてね。武器や装備はしっかり整えて。パパ、BOB は強敵揃いです。レベルは足りていますか？準備はしっかり整えてください。もっと、まずは気候課が用意した別アカウントに切り替えないとな。どこか人気のないところで。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだけど、なんだこのアバターね。キリコ、タイプミスか。いや、あいつが適当につけたに違いない。キクオカのやつ覚えてろ。はあ、髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。これじゃあ知ってる人にはキリトだってバレちゃうじゃないか。ふぅ、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。
一人じゃつまんないだろ。は？なんだこれ！顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応男みたいだけど、レア系アバターか。おいおい、無視はないだろ。無視は。どうしたの？死の、いや、なんでもないです。シノン、シノンって、あのシノンか？こんな近くで見るの初めてだぜ。俺、シノンさんのファンなんです。 B.O.B. 出るんすか？頑張ってください。全財産、シノンちゃんにかけます。そう、長い髪のあなた、ちょっとこっちにいらっしゃい。大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。あ、ありがとうございます。あなたはキリコ？キリコって読めばいいのかしら？あ、はい。私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから、女の子と見れば声をかける連中もいるの。気をつけてね。あ、いけない。 BOB の参加登録しないと。ギリギリで滑り込もうと思っていたから。うん、まだ間に合うわ。あ、そうだ、登録しに来たんだった。キリコも参戦するの？それなら早くそこのターミナルで登録しないと。もう残り時間はあと数分よ。待て待て待て、なんでシノが BOB に参加するんだ？ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リストに名前が出ないようにするためか。俺にまで黙って参加しようとするなんて。そういえば、デスガンの話にだいぶショックを受けていたようだけど、シノンは一体何のために。あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。名前、よし、住所とか全部パスだ。これで BOB の登録はよし。あとは選手リストにデスガンの名前がないか確認しないとな。ないな。やはりデスガンはアバター名ではない。 BOB に参加していない可能性もあるけど、試合中であればアバター名は必ず表示される。まずはデスガンらしいプレイヤーを探さないと。登録終わった？おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はーい。Вау, мы бегаем за Кирито, и насколько я помню, во втором сезоне анимехи у него и была такая внешность. Но не знаю, почему парни решили, что он похож на девушку, ведь длинные волосы могут носить и мужчины. То есть у него нету груди, да? То есть он не выглядит, в общем-то, как девушка. Длинные волосы не означают, что он девушка, а лицо, бывают черты лица более женские или мужские. Например, у женщины могут быть некоторые черты лица более мужские и наоборот.
Но это не делает женщину мужчиной. То есть, как бы... Не знаю. Этот момент специально в виде прикола, вероятно, и сделали, как и в анимехе, так и тут, но... Не знаю, я бы увидел такого, я бы не подумал, что это девушка. Груди нет. Ну и что, что длинные волосы. Но забавно, что есть такой режим еще в игре. И он связан с сюжетом. Это достаточно весело, будем бегать за Кирита. Ага. Могу его посмотреть статус, но экипировку не могу поменять, но я так и думал. Здесь все привязано. Что у нас? Катетсу, G4. Это, насколько я знаю, меч. Так, аптечка у нас есть, гранаты. Хорошо, хоть аптечка есть. Потому что, возможно, за Кирита будет играть гораздо тяжелее, чем за нашего персонажа с моей любимой снайперкой. Ну что, я думаю, мы это видео на этом моменте закончим. И продолжим режим Кирита уже в следующем видео. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с друзьями и знакомыми. А с вами был Swordflame и Кирита в новом обличье. Всем пока!